はい、えっ、ー、と、ホテルジンジ東京の、えー、ホテル棟に来ました。あの、こちらの、あの、ちょうど、あの、窓のところですね。階段の、窓に面した、あの、階段のところ、大階段のとこかな、だと思うんですけれども、えっと、こちらにね、とっても、あの、大きな素敵な釣り、あの、素敵なリースがあったので、撮りました。 はい。あ、これがね、お外から見えてたんですね。そしてこちらがね、あの、ホテル塔の方のツリーです。こちらもね、とっても、あの、素敵でしたね。こちらも、あの、落ち着いた感じで、温かみがある感じでね、やはりあの、赤、ゴールド、緑の、ね、あの、三色っていう感じでね、あの、とっても素敵でした。 こちらもよく母と座ってたホテル棟の方のソファーです。ちょっと私が座ってる方はあのゆったりとしたソファーになっています。ここにもよく一緒に座っていたので座りました。ね素敵ですよね。こういう感じのツリー好きです。懐かしい。 なんかね、こんな感じの、あのー、面白い、あのー、オブジェっていうかね、あの、クリスマスのがありました。あ、ちょっと人が映ってるから。これですね。なんかウエスティンっぽいですよね。あの、ちょっと電車が走ってる感じ、汽車が走ってる感じで、ちょっとウエスティンの真似っぽいんですけれども。 これだけバージョンみたいな感じです。子供がなんが喜んで見てました。これがね、よく一緒に座ってたソファ赤いソファーです。目の前があのホテル棟の方の正面玄関かな。ああ、このソファーから見える。 感じなんですけれどもこの目の前にあるあのー、絵がね母が好きでなんか有名な人の絵みたいなんですねで銀座のねファンケルにも同じような絵があって同じ人の絵だと思うんですけれどもなんか有名な人の絵みたいでなんかよく母があの言ってましたうんよく母がなん,かなんか結構気に入っててなんかこの絵はなんか 有名な人の絵なんだよみたいな感じでよく言ってましたね。なのでこのソファーにこう母と並んでよく座ってこの感じ、この今見えてる感じ、絵を見たりとかしてた感じなので、なんか懐かしいっていうかね、いろいろなんか不思議な気持ちになりました。 えー、隣にいたかなわかんないけど、いつもここで二人で座ってましたね、並んで。ねなんか、ねそんな親子だったんですね。うん。ねまあ幸せな親子だったんだなって、やっぱりいつも思うんですけれども、今思うとね、なんかそんなんだったんだなって。 あのその時はそれがねあの一緒にいることが当たり前だったので。